はい、ご視聴ありがとうございます。これよりお届けいたします作品は、山本周五郎作、縛られるゴンパチです。この作品、縛られるゴンパチは昭和14年1939年講談雑誌7月号に掲載されました。いわゆる道中物になります。新潮文庫のシリーズでは、怒らぬ慶之助という短編集に収録されています。呉服屋の手代浩次郎は、宿屋で役人に追われていた男女をゴンパチ栄五郎という義賊だと信じて助けますが、人違いだと言われて落胆しますが、それでは本文をどうぞ。山本周五郎作、縛られるゴンパチ、第一章、風呂場の外のささやき声。もう遅い、ダメだ。でも裏から。あれを見ろ、裏も塞がってる。声を殺したささやきである。湯船の中でのんびり天井を仰いでいた浩次郎は、どこから聞こえてくるのかと湯の動かないようにそっと身を起こした。東海道三島の藤田屋という宿、宿屋としては中くらいの格だろうが、新しい不審でまだ木の香も匂うばかりだし、ことにこの風呂場は広々として明るく、横手にある流れのせせらぎが涼しく響いてくるので、ちょっと山の出湯にでも使っているような感じを誘われる。ささやき声は窓の外だった。風呂場の窓の外にぴったり身を寄せているらしい男と女のひどく咳き込んだ、どちらかというと取り乱してさえいるやりとりであった。浩次郎は思わず息を潜めた。だからこうするんだ。いいか、駿府は素通りして清水で泊まって、半日見物して夕べは腹だ。清水と腹の宿を聞かれたら。清水は柏屋、腹は越達としよう。もう一度言うが、兄妹の兄弟だぜ。いいか、女ずれてえことは知れてはいねえのだから、兄妹兄弟という口がうまく合えば大丈夫だ。あいよ、いざとなったら。し、誰か来る。ピタッと声が切れた。それっきりもう何も聞こえなくなった。表情持ちだな、浩次郎はそうつぶやいた。この夜更けにあんな口合わせの相談をするなどは、普通の旅人であるはずがない。しかもその言葉つきは、追い詰められたもののっぴきならぬ調子だった。その上、妙なことに、浩次郎はあの密かな女のささやき声が、どこかで聞き覚えのあるもののように思えた。風呂場の杉戸が開いて、ごめんくださいまし、と番頭が覗いた。どうも、お騒がせ申して相すみませんが、番所からご出役でございますので、なるべく早くお部屋へお戻りのほど。ああ、そうですか。浩次郎は言いながら湯船を出て。今出ますよ。何かあったんですか、それとも城回りですか。よくは存じませんが、何でも駿府のお城へ賊が入って、ご金蔵から大層盗み出したのだそうで、そのお調べでございます。それは物騒なことですね。浩次郎はもう体を拭いていた。痩せ型の肉の締まった鹿のように端っこそうな死体だ。女のように白い肌である。2階の部屋へ帰ると落ち着く間もなかった。宿の亭主を先に軍隊の役人が3人つかつかと入ってきた。浩次郎は両掛けや懐中物をそこへ揃えて、
ご苦労様でございます。と、平伏した。役人は、宿帳を手に、素早く人相風体を見やりながら、名は、何という。小次郎と申します。江戸本国町の呉服屋、泉屋五左衛門の手代にございます。どこからどこへ行く。買い出しに京へ参った帰りでございます。帳場へ200両預けてあるな。買い出しの帰りにしては多分の金額ではないか。はい、500両持参したのでございますが、思うような品が揃いませんので、それだけ残ったのでございます。手形を見せろ。幸次郎は席手形を取り出した。この間に役人の下手代が両掛けの中をすっかり改めていた。席手形を見ていた役人は、下手代が異常のないことを知らせると、うなずいて部屋から出て行った。幸次郎は取り散らしたものを片付けにかかったが、ふと隣室の声に耳を取られた。私の名は定吉。これはお弓と申しまして、妹でございます。あの声だ。風呂場の窓の外で囁いていたあの声が、隣にいたのか。と幸次郎は襖際へすり寄った。はい、京橋八丁堀で朝問屋もいたしております。はい、近江の犬執事を回ってきましたので、ついでに妹に狂犬物をさせようと思いまして一緒に。黙れ、貴様は人をめくらと思うか。役人の鋭い声が天井を打った。第二章。助けに入った幸次郎。駿府の城においてご金蔵より千両を盗んだ賊がある。10日以前には美衆様のお金蔵にも賊があって、目明かしも一人切って逃げた。権八英五郎という者の仕業と分かったから、街道筋はしらみつぶしに手配がしてあるのだ。貴様たちが喜瀬川の茶店で休んでいた折、これにおる下役の者がそばにいて話の模様を聞いていたのだぞ。夫婦者で、しかも堅気の都政ならぬことは分かっているのだ。それでも兄弟と申すか。それでも朝問屋などというつもりか。それが、その、しどろもどろの声だった。山本周五郎作、縛られる権八。その第一回、第二章途中まで。2021年2月1日。